お題ミッションで暴走自動車にある小さいあれに体当たりしようっていうのだけ残ってるんですって。他はね、図鑑でついでにやるという効率の良さを見せつけたんですけれども、チャレンジとかストーリーでたまたまクリアしていたものもあるんですけども、これだけは、図鑑のミッションの時も一緒にやろうと思ってない時期のもので、あ、後からやろうかと思ったら、後からやるにも全然わかんないですよね。小さいあれっていうのが何かわかんなくて。とりあえずいろんな種類のものにただぶつかってみたんですけど、それが体当たりなのかどうかもわからない。だから小さいあれが30がベストスコアなんですけど、それ以後に出てくるのだろうか。でもそんな時間に出てきても、俺はすげえ早い反射神経が必要な時期なんだ。あ、おとっと。あ、俺ね、ちょっと聞いて、マジでこのちっちゃいあれ出てくるのに俺10回ぐらいはこれやってるよ。やっとありがとうございます。これ運なんや。30過ぎたら出てくるんかなと思って、さっき言おうとしたのは30過ぎた頃には早すぎて俺の反射神経じゃ避けちゃうよって言おうとしたんですけど、小さいあれがめちゃくちゃランダムで出てくるんや、知らんかった。これで俺ついにお題をコンプリートした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。これでやっとミニゲームに取り掛かれます。ミニゲームのチャレンジミッションにまだ終わらんのかい、このシリーズ。1ヶ月以上このゲームやるんかい。今撮ったのはこれですね。やっとや、度胸試し、あ、違う度胸の持ち主。これでお題のエリートみたいなの出んのやな。お題全部マスターしたんですけどね、これで。でもお題はやっぱ終わったんで、次からミニゲームに入っていきたいんですけど、ちなみにね、今もう一個この場を借りて、これ誰に今の小さいやつは誰に聞いても分かんなかったし、どこのサイトにも載ってないんですよ。調べたけど。もう本当にクリアの仕方分かんなくて。けど、この品切れ中が回復する方法を誰か知ってたら教えてください。これはまだネットで調べてないんですけどもね。ありがとうございます。本当に